DBX のユニットです。テープにデッキにつなぎまして電源を入れてます。それでまあプレイにしてドルビーと重なると動作しないようになってるかもわかりませんのでドルビーはオフにして、電源オンにしてもう DBX のランプがつきませんね。まあ信号はつないでないんですけどもまず関係ないでしょうから。まずちょっと開けてみます。ちょっとおかしいですね。ランプがつかないといかんと思います。蓋を開けてみました。電源から来てスイッチへ来てここに入ってます。多分これは電源トランスなんでしょうね。そこからヒューズ、整流回路、2つ電源ありますね。多分これ安定回電源ですか。それからなんか制御回路があってリレー2つ来てます。リレーの回路はなんか制御の、あのコネクタに行ってますけども、ここであれですね、怪しいのはヒューズが入ってますから動作しないということは、まずここヒューズ当たってみましょう。大丈夫ですね。ヒューズ全然触れないですね。ヒューズ切れてます。こちらは大丈夫ですね。こちらの方のヒューズがダメです。ヒューズ 500mA、 どっちも 500mA。 電流制限した。ここで電流制限して電圧をかけてまたどのくらい電流が流れるか見てみます。負荷をショートしておいてカレントをずっと上げていきます。コンマ3ぐらいしておきましょうかね。コンマ3アンペアぐらいで切れるようにしておきます。まあ、コンマ5のヒューズだからこんなぐらいでいいかな。それではミノムシクリップでつないでここで電圧をかけていきます。コンマ3で、リミッターが効くようになってます。電圧かける、あ、2ボルトぐらいかけたところでもコンマ3アンペア流れてあれですね、それ以上電圧上がらないですね。多分負荷が問題あるかもわかりませんね。ということで、負荷の方がどこかでショートしてるみたいで基板を取り外してテスターでだけですけども当たってみました。ブリッジのダイオード OK、 これもトランジスタ電解コンデンサ OK、 このトランジスタも OK で、どうもこの IC が臭そうです。この IC は UA723PC というんですかね、多分安定化電源用の制御 IC だと思いますけども、これがどうも臭そうで一度これを外してみましょう。多分内部でショートしてるんかなとかいうふうな気がしますんで外してみたいと思います。ここの IC を抜き取った状態で同じように電圧をかけていきます。あ、大丈夫ですね。異常電流は流れないですね。ということはこの IC の中でチップが溶けちゃってるという可能性が大きいと思います。この IC をネットで探して注文します。ネットで UA723PC というのを探したんですが、あ、全然なくって、注文数が300個以上とかですね、そういうのしかなかったです。それで互換品を探してみたんですけど、多分これが互換品じゃないかなということで、JRC 新日本無線の NJM723 で、早いですね。昨日注文したらもう今日届きました。早速開けてみて IC を取り替えます。IC を交換しまして異常電流が流れないことを確認してからヒューズを入れました。それで、電源がオン、DBX もオンできます。それでは性能を測っていきます。それでは基準レベルを調べます。 DBX はドルビーほど基準レベルは重要じゃないんですけども、一応調べてみますとですね、 RX8、 ここですね、 580mV、 580mV になってます。DBX は
エンコーダーとデコーダーがあるわけですけど、エンコーダーというのは録音の方ですね。基準出力より大きなものは小さく、基準出力を小さなものは少し大きめに録音するということで、今ちょうど SG、オーディオ周波数発信機の出力を580にしましょう。マイナス 2.5dBm ですね、にします。それで DBX をオンしても変化がない。オフ、オン、これが正常ですね。それで例えばこれから1234デシ上げた入力で DBX をオンします。そうすると2デシだけ上がったことになります。2デシだけ上がるということになります。逆にこっからですね、4デシ上げてみましょう。1234デシ下げて DBX をオンにします。オン。そうすると2デシベルだけ下がったデータ、すなわち4デシ上げ、高い入力が入ると2デシだけ、4デシ低い入力が入ると2デシだけ低いということで、帯域が圧縮されているわけです。これで、調整をします。580mV がスタンダードになるように調整します。